ヒルズキャストラウンジ。ここヒルズキャストのラウンジでは、東京を面白くするアイデアを持った人たちをお迎えしています。今月のゲストはサントリーホールの福本智美です。大倉集合館の田中と申します。そうですね、もうだんだんその幸福感というのがよりなんていうかパーソナルな感じになってきていて、それぞれ同じ美術館を見に来る人でもこういう風に見てもいいし、もっと砕けて見てもいいし、もしくはもう本当に自分のお気に入りを見つけてみましょうみたいな、そういった誘導の仕方でもいいし、いろんな切り口ができるような展覧会を心がけたいと思ってまして。そう、本当におっしゃる通りで、本当にそのがっちり室内楽を楽しみたいという方向けのベートーベンの弦楽四重奏曲全曲演奏会っていうのもある一方で、ウィークエンドに気軽に1時間だけ音楽を楽しみたいっていう方向けに、2000円で、午前中のマルシェコンサートは500円で、それこそドリンクもついていて、室内楽といってもいろいろなところから入ってきていただける、でいろいろな楽しみ方をしていただけるということを考えてフェスティバルを構成しているんですね。だからそういった意味ではアプローチはとても共感できるところがあります。この CM はポッドキャストでも配信しています。また読めるラジオのページもご用意しています。森ビルのウェブサイトヒルズキャストへどうぞ。東京をもっと楽しみませんか？森ビルです。